軍の国籍機。ペルー海軍は、ペルーの海軍。2007年時点で、現役兵総員2万5000人。ペルーの海上防衛とアマゾン川などの内水の警備を主任務とし、海上の治安維持や、救難活動も行う。ペルー海軍の現役兵力は、2009年時点で2万1000人で、ある。主要艦艇は、巡洋艦1隻、フリゲート8隻。 潜水艦6隻、コルベット6隻、河川砲艦5隻などを保有する。固定翼機21機と回転翼機14機を有する、海軍航空隊と、海兵隊、沿岸警備隊を指揮下に収めている。部隊は、大きく3つに分けられ、太平洋作戦総司令部と、アマゾン川作戦総司令部、沿岸警備校、務総局の指揮下にある。 潜水艦隊のすべてと水上部隊、航空機及び海兵隊の各主力は太平洋作戦総司令部の励下に配備されている。アマゾン川作戦司令部の励下には河川砲艦部隊とジャングル戦闘用の海兵隊1個、大体若干の航空機が存在する。太平洋作戦総司令部励下の水上部隊はフリゲート8隻からなる第一水上大軍。 コルベット6隻と揚陸艦4隻、輸送艦1隻からなる第二水上大軍に分かれている。潜水艦隊は潜水艦6隻と支援艦1隻で構成されている。太平洋作戦司令ブレーカーの海兵隊は2個、海兵大隊と車両大隊、コマンド大隊からなる両用戦領団として編成されている。1821年10月8日の海軍創設と、 1879年10月8日に起きたアンガモスの海戦を記念して10月8日はペルーの海軍記念日となっている。ペルーの近代海軍はスペインからの独立戦争中に生まれた。独立戦争中の1821年3月にスペインから露隔したサクラメントがペルーの戦記を掲げた最初の船である。 1821年10月8日が海軍創立の日とされる。スペインからの路角戦を中心に初期のペルー海軍は成長した。独立戦争中のペルー海軍は主に海上封鎖に従事した。独立後、最初の対外戦争となった大コロンビアとの戦争ではペルー海軍はグアヤキルの海上封鎖と陸戦支援を行った。その過程では 陸上砲台との砲撃戦や打破された商船の救出などを経験した。1836年にペルー・ボリビア連合国が成立すると、ペルー海軍は連合の海軍へと引き継がれた。ペルー・ボリビア連合とチリは対立し、同年8月21日夜にチリ艦隊がカヤオの連合艦隊を奇襲して、両国は事実上の戦争状態に入った。 その後、同年12月28日に、チリが、戦線布告し、正式に戦争が始まった。カヤオキ州で、ペルー海軍は3隻を逮捕されたが、なおも、戦争序盤は、チリ海軍より優勢で、ファンフェルナンデス諸島の占領、各地の艦砲射撃などを行った。1837年9月に、 アイラ島へ来襲したチリ軍の撃退に成功し、1838年1月12日にもアイラ島沖でチリ艦隊と交戦した。しかし、1838年から次第にペルー海軍が劣勢となり、ペルー北部への上陸作戦を許し、1839年1月12日のカスマの海戦にも敗北した。同年に戦争は、 ペルー・ボリビア連合の敗北で終わり、連合は解体されてペルーは独立。ペルー海軍も元通りペルーのものとなった。1857年に起きたエクアドルとの紛争では、再びグアヤキルの封鎖と占領に従事した。1864年にスペインとの間で、陳茶諸島戦争が勃発すると、チリ海軍と協力して、スペイン海軍と交戦し、 アブタオの海戦やカヤオの海戦などを経験した。この戦争のため、ペルー海軍の増強が行われ、装甲艦ワスカルとインデペンデンシアなどが購入された。もっとも、二隻の装甲艦の到着は、戦争末期であまり大きな活躍はなかった。1877年には、ワスカルが反乱を起こし、イギリス艦隊と交戦している。1879年に、 太平洋戦争が起きると、ペルー海軍は、チリ海軍と戦うことになった。ペルー海軍の艦船は、質、量ともに、チリ海軍に劣り、整備状態も連度も悪かった。そこで、ミゲル・グラウ艦長の率いる、装甲艦、ワスカルが中心となって、機種や、通商破壊などの遊撃戦を展開し、イキケの海戦や、アンガモスの海戦を戦った。半年にわたって、 チリ側の海上作戦を妨害したものの、アンガモスの海戦で、ワスカルは、打歩されて、グラウ艦長も戦死し、ペルー海軍はその戦力の中核を失った。最終的に、シュトリマの陥落時に残存艦艇は自沈して、ペルー海軍は全滅した。1880年代後半から、ペルー海軍の再建が進められた。20世紀に入る頃から、シーレーン保護が、 任務の一つとして重視されるようになり、1907年にイギリス製の防護巡洋艦2隻が配備された。同じ頃に潜水艦も導入している。第一次世界大戦前夜からコロンビアやエクアドルとの国境問題が表面化し、これに対応するために河川砲艦の整備もされた。ただ、輸入兵器が多く、国内の基盤整備が不十分であったため、 第一次世界大戦中の部品供給の途絶によって潜水艦などの稼働率低下が起きてしまった。第一次世界大戦後はアメリカ海軍に習った海軍の組織改革が進められた。その一環として1920年には海軍省と海軍航空隊の設置も行われた。この間、第一次世界大戦、第二次世界大戦ではほとんど中立だったために、 ペルー海軍は実戦参加しなかったが、1911年と1932年から1933年の対コロンビア紛争を、1941年の対エクアドル戦争では、海上封鎖や陸戦支援などに従事した。1981年のカヤオ軍港の風景。第二次世界大戦後、1960年代初頭に、 かけて、ペルー海軍は、アメリカから、中古のフリゲートや、駆逐艦を取得して、装備の更新を進めた。1951年にはイギリスで、河川砲艦2隻を新造し、同じく1950年代には、潜水艦隊の増強が行われた。1959年と1960年には、イギリスから、正論休憩授洋艦を購入して、 寒冷半世紀となる防護巡洋艦の更新を実現させる。この他戦車揚陸艦4隻、魚雷艇6隻、新型航空機などの導入もされている。第3次中東戦争で起きたエーラート事件に触発されて1970年代には艦載ミサイルの導入を進めた。イギリスからデアリング級駆逐艦2隻にエグゾセ対艦ミサイルを搭載する。 近代化階層の上購入し、オランダからは、対空ミサイルを装備したデロイテル級巡洋艦を購入、さらに、イタリアに、ルポ級フリゲートの改良型4隻を発注した。この改めルポ級のうち2隻は、ペルー国内で組み立てを行った。フランスにも PR-72P 型、ミサイルコルベット6隻を発注した。この他、 209型潜水艦6隻とガピー改装仕様のバラオ級潜水艦2隻の購入なども行われた。近時の実践出動としては1981年と1995年にエクアドルとの国境紛争を経験している。なお、1988年8月26日には潜水艦パコーチャが 日本漁船第8京アマルと衝突事故を起こして沈没した。1990年代から21世紀初頭にかけて再び装備の近代化を進めている。元イタリア海軍のルポ級フリゲート4隻を購入し2005年から2007年に実戦配備した。2017年9月26日に巡洋艦。 アルミランテ・グラウが退役したためアメリカ合衆国、ロシア以外の国軍が運用する、巡洋艦は姿を消した。ペルー海軍将兵の一部は、キプロスやコンゴでの国連平和維持活動に、派遣されている。人員は1000人など、他部門多数、フリゲート、マリアテギに着艦するアッシュ、3D フェリ。人員は800名上陸演習中の LST、カヤオと海兵隊。 人員は4000名その他の部隊2011年6月、現在。ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より、過去に収益した艦艇については、ペルー海軍艦艇一覧を参照。コルベット PR-72P 型ミサイル艇、安倍161ユニオン2011年6月、現在。 ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より、ありがとうございます。